はい、こんにちは。今日は、40周年のお泊まりですけれども、99年式、ギアを入れた時のタイムラウンが非常に、長い、車です。走り出してしまえば4速まで普通に、変速はしますけれども、リバースも普通にリバースバックします。でストールもストールテストも大丈夫でしたけれども、いずれにしても中で油圧漏れが生じているだろうというような、タイムラグでございますので油圧の検査をします。だいぶもう何十分、30分以上ですね、断球運転してます。オイルフィルターで今、76度、7度ぐらいね、十分油温としたら温感になっています。はい、この状態で、ここのフィルターヘッドのこの部分から、オートマの場合オイルポンプで吸い上げたオイルは原料がここに入っています。オイルフィルターに入ってきて、それからオートマのバルブボディに入っています。でここにオートマに、これ測ってオートマにかかる、油圧を測っていきます。ここに今こうやって、油圧計を中から見えるようにセットしてあります。今アイドリングですね、ニュートラルに入ってます。ニュートラルの状態で、アイドリング850で油圧が低いですね、これちょっとね、4.5 キロぐらいしかないですね。もともと油圧がもう低いのか、発生している油圧が低いのか、もう漏れてしまって、中で漏れてしまって油圧が上がらないのかということですけども、今ニュートラルから、これはね、ドライブに行きます、ね、ドライブに、はい、入れました。これタイムラグがつながるまで長いわけです。まだつながりませんね。今つながりました。これくらいのタイムラグね、つながった状態の方が低いですね。やっぱりこれ4キロ4って間違えてたかな、4キロぐらいです今ね、ドライブの状態で4キロぐらい、通常は6キロとか、6キロ平均はあるところなので、非常に低いですね。これ今多分ブレーキを今踏みましたのでね、今、これでね動いてるブレーキをキュッとこう踏んだ状態だと、でも4キロぐらいね、これでね、これでもう一回ニュートラルに戻します、ニュートラルに戻して戻って、回転が落ち着いたところでやっぱ 4.5 ぐらい、 4.5 キロね、リバース入れます。はい、入った。あれ？いつ入ったんだろう。ちょっと待って、もう一回。リフトアップしているので、タイヤ空転している状態にしておきます。わかりやすいので、ニュートラルからリバースに入れました。今入ったの？入りましたね。もう一回ちょっとリフトアップしてるとガクンとね、変速ショックが伝わりにくいですね。今じゃあもう一回ブレーキ踏んでやろうかな、ニュートラルからバックに入れました。ガツン、今入ったかな、今入ってるな、すごい低いねこれは低い、3.5 キロですね。完全にどっかからもう漏れてますね、これね。普通これ10キロ以上なくちゃいけないですよ、ここからね。満身オートマにしたときは12キロ高い、13キロはないけど、12キロ前後、11キロから12キロぐらいはあるので、どっかで完全に漏れてます。これでもリバース、普通にリバースすることはするんですけども、油圧が漏れた状態で走ってると、クラッチ板、ブレーキバンド、しっかり圧力がかからないので、摩擦材がどんどん減ってしまうというふうな症状になります。はい、ちょっと油圧の保持見ます、ね、
ここで一回エンジンを止めます。オン。あれ、あ、違うわ、動き間違えた。オッケー。で、エンジンを止めます。すぐ入れて、ん、あ、すぐついちゃったね。右側が油圧ランプで、もう一回と、すぐついちゃったってことは ほぼ油圧経路の保持ができてないという。でもう、しばらくはつかないですね。エンジンを切ってからもう一回あのイグニッションオンにした時に、まあ多少油圧の経路の中に油圧を保持していればあんまりすぐつかないんですけど、すぐつきます。左側のチャージランプとほぼ同時ぐらいについてますね。切ってすぐ入れますですね。まあこんな感じです。まあ、明らかにやっぱりこの油圧系というのはあの、まあ、トラブルが起こっているという症状でした。はい、以上です。